消防防災に功労のあった消防機関や関係者を表彰する佐賀県消防大会が佐賀市で開かれました。この大会は県内の消防関係者の防災意識を高め、消防力の充実・強化につなげようと佐賀県などが毎年開いているものです。地域の消防団で会場の佐賀アリーナには消防職員や消防団などおよそ2000人が参加しました。式では長年にわたり消防団員として活動を続けてきた人などが表彰されたほか、防火に関する標語では小木中学校2年の徳若さくらさんの作品、つけたなら消すまで仕事火の管理が知事賞の一つに選ばれ表彰されました。このほか今年は70回目の記念大会として消防特殊車両の展示なども行われました。